はい、どうも、タクタクです。本日もスプラトゥーンやっていきますよ。ガチヤグラで、今回は、ノバブラスターカスタムを使っていきたいと思います。行きましょう。じゃあ僕がね、しばらくやってない間に出ていた武器らしくて。なんだ?サブウェポンが、ボム。で、スペシャルが、ボムラッシュっていうね。あ、やばい、なになに、すげえ、すげえ広い攻撃範囲のやつがいるんだけど。待って、ほっほっ、これでいいんじゃない、これボムればいいんじゃない、あ、なんか後ろから来ようとしてるやつがいるな、多分。ほらほら、いたいた、ほっ、オッケー、ちゃんと見てたよ、ちゃんと見てたよ、おじさん、ほっ、見てるおじさんだからね、もう見てるおじさんとか意味が、危ない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 よ、ただこれ押されてっから、そして。何よりな。押されてっから。一回戻んねえと。危ない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 。危ねえ。一回戻るよ。一回戻っけど。ちょっと待って。ほっ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 、危ないよ危ないよ危ないよ危ない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 よ、牽制して撃ってる、ふんふん、あー、やられた、さすがにやられるわな、あそこ、あー難しい、ちょっとこれどううまく使いこなせばいいんだ、あ、来てる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 、なんかいたね今ね、え、すげえ攻められてんじゃん、なんでなんで、ほっ、ごめん、危ね、ふん、いたいたいた、あいつを倒せ、危ね、危ね、ふふう、逃げろ、もう追ってこない、大丈夫だよ、ほっ、どうしようかな、こっち側から、あーはん、うまい、うまいな、チャージャーがうまいとちょっと手も足も出ないんだよこれ、大体チャージャーが上手い人とかもう絶望を感じるよね、ちょっと待って、ほっ、あ、今だ攻めてる攻めてる、俺もちょっと行くぜ行くぜ行くぜ、おらおらおら、ほっ、やばい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 、バレてるよ、チャージャーにバレてる、チャージャーにバレてる、所業がバレてる、所業が、俺の所業がバレてるな、ふっ、お前も逃げようとしているかもしれないけど、オッケー、危なっ、ちょっとでもこれでリードは取ったからね、リードは私どもが取りましたので、どうしようかな、どういう立ち回りをしたらいいんだろう、ノバブラスターはサポートかな、自分から乗るのもありだと思うけど、当然オーケー、あー、うまいうまいのかな、やばいよ、攻められてるよ、ちょっとギアとかもこれもうそろそろランクも上がってきたからだな、厳選しないと勝てるもんも勝て、危ない危ない危ない、早く降りろ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 、よしよしよし、あ、待って待って待って、どんだけいいのどんだけいいの、乗れ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 早く、よしよし、ほっ、危ない危ないよ、危ないからね、グレネードを投げとくわ、いっぱいこっちから、あ、インクがない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 、あ、ちょっと待って、危ない危ない危ない、ちょっとインクすぐなくなる、インクすぐなくなるよ、インクすぐなくなるよ、すげえすげえ攻めてる、え、一人でいってんのかな、ちょっとこれ助け立ちせねば、おら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 、あ、やられた、あんなもう標的になるようなことしたらそりゃやられるわな、いやー、このうまいな、チャージャーが多分うまいな、これはな、そういうことにしといてね、またいるでしょどうせチャージャーどっかに、ちょっとチャージャーを先に、お、ほらほら、はい、倒した、あ、こいつじゃない、こっちか上か、おら、あーはーあーはんあーはん
12秒、あと10秒耐えろ、みんな10秒耐えれば勝ちだね。4、3、2、勝ったろ。これは延長戦はやめて、いや延長戦ふん、あぶね、うわやばい、なんか嫌な予感がする。これはでも大丈夫、大丈夫、オッケー、勝てた。これね、ゲームパッド側の画面が見れないからね、選曲が分かりにくいけど、ゲームパッドを見るとよーし、勝てた勝てた。あんまり俺はでも働いてないから、みんな女子だ俺以外。あー S の人がすごい14キルとか、うわー、そりゃこっち有利だったんだもんね。おギアも溜まりました。よし、じゃあちょっとギアを変えようか。ギアを成長させつつ、はい、じゃあ2回戦目いきたいと思います。よし、行きましょう。ガチヤグラ2戦目。ノバブラスターカスタムね。ノバブラスターカスタム。ちょっとギアを変えてきました。はーい。行きまーす。どうしようか。ちょっとさっきと同じような攻めをしても仕方がないんで。もうちょっとね、もうちょっと前に出る戦い方をした方がいいかな。あんまりこう、前に出れなかった気がするわ、さっきは。お、なんか、やられてるよ。こう脇をもうちょっと。脇を塗っていく作戦っていうのと、あ、やばいやばいやばい、ちょっと待って、危ないよ危ないよ危ない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 、ちょっともう何が行われてるか分かんない、一瞬危ない危ない、え、ちょっと待って、え、すげえ危ないんだけど、え、なんで前に出れない、前に出れない、はっ、お前ダメだ、えい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 、乗れ乗れ、俺乗るわ、乗って、ふっふっ、あ、バリアだものね、バリアだったもの、それはバリアだったから、え、全然前に出れないんだけども、あっちの攻撃が激しすぎて、え、なんであんなに濡れてるの、あっちは、こっち塗る武器少ない、もしかして、どんなメンバーだったっけ、どんなメンバーだったか全く覚えてねえわ、ほっほっほっ、やばい、ほっ、オッケー、うわ、うまっ、いや、うまいね、天才だもん、だってジラチ天才って書いてるもん、ポケットモンスターだ、それもう。幻のポケモン、ジラチ。俺が中学生ぐらいの時の幻のポケモンやぞ、お前、ジラチって。ねえ、そんな前から天才だったんでしょう、彼も。ほっ、ほっ。よし、行くぞ。ちょっと待って。俺、後ろ、ちょっと、後ろを取れないかな、これ。あ、誰もいない、こっち。ちょっと待って。ここから、お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 ら、ほっ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 、これで、この辺にいない？あ、いないか。そっちに逃げたんだ。お、どこ行った？ほっ。オッケー。あ、でもね、すげえ攻められてる。あぶね！ちょっと待って、誰？今、誰？誰だったの？北斎か。こういうのも使ってみたいよね。使えるようになりたいわ。裏取ったのはいいけど、全然裏取ってもなんか冴えた冴えた動きはできていないしだな。ほっほっ、オッケー、危ねえ危ねえ、さっきからあのスクイックリが、ほっ、やば、うまいな、バリアの使い方が。ほっ、もう使ってみていいのかな、ここは。ちょっと投げてみようか。おい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 、いいぞ、今が攻め時よ。ほっ、うわー、うまい、うますぎる、さっきからこのスクイックリンうまいよー。てか俺乗ろう、ヤグラに、ヤグラに乗った方がいい気がするわ、俺がね。でみんなにサポートしてもらった方がいいような、よいしょ、そんな気もしておりますので。危なっ、ちょっと、うわ、あぶ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 、うわぁ、いいとこないぞ、いつものことだが。行くぞ、ちょ、これ味方のとこに飛べばいいんだよね。そういうゲームだからね。ほっ。こっちから。ほっ。あぁ、北斎また北斎じゃない、これ。ダイオウイカになるから。これどうしよう。ちょっともう負けるよ、負けるよ。負けちゃうよ、これ。うわ、
スクイックに使いたくなってきた。そんなに違うもんなの。やだやだやだ、負けた。うわー、強かったな。僕が弱かっただけかもしれないけど、スクイックリンの人めっちゃ上手かったんだけど。スクイックリンも使えるようになってみた。かっこよかったね。あっちの方が強いかったのかな。あ、でもバランス的に 10ポイント下がっちゃった。はい、というわけで今回はノバブラスターカスタムを使っていきました。ちょっとまた次回は違う武器を使っていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか。よろしければコメントで感想を教えてください。あとチャンネル登録はお済みですか。チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック、スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。ツイッターとニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないと。お仕置きだべー。